中日ドラゴンズ3試合連続完封勝利 www 中日12年ぶり3戦連続完封勝利、広島を3立てで696日ぶり貯金に、メヒアが7回0封で今季初勝利、打線は3安打も宇佐美が決勝打、中日は広島に勝利し、同一カード3連勝で2022年5月12日以来の貯金になった。また3試合連続の完封勝利は2012年以来12年ぶりの快挙となった。ドラゴンズ強い。打ち合い野球、33イニング無失点。強すぎてすまんな。中1例広し、中4例広し、中1例広し。俺たち最強、おいおい、このカード3連戦失点ゼロやぞ、強すぎる。大胆で両方にチーフ上か。3試合完封やばすぎる。キャッチャー加藤に変えたのはな采配だったよう、やっとる。3安打でも勝ちは勝ち。今年の中日は間違いなく強い。見事な3試合連続完封勝ち。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。